全然もうどこに自分が向いてるかも。話して、話して、そのまま入って。おっ。さすが。でそのまま前に。ちょ、抑え込んでほしいんですよ。あれ、ほんと動けないのか。昨日ね、昨日俺言ってた、俺明日抑え込んでもらおうって言ってね。そう、でもずっと抑え込んでもらえときなってね。これでいいんですか。あ、もう自由に、あんま無理せずに。これで僕動いていいんですよね。はい。ちょ、待った。ちょ、待って。これはこれは動くと苦しくなる。頑張って。これ無理だ。頑張って、あとちょっと。あとちょっとじゃない、全然あとちょっと。参りました。これは無理。遠慮してない。遠慮してない、マジで動かない。えぇ、ー、そんな言うならちょっとやってみなよ。行こうとしてみな。動かない。動かないでしょ。ちょっと組んでもらって力入れてもらって組んで、はい、こっから始まるんですよね。そこからです、試合はね。いやもう鍛えてるから力入れてもらっていいですよ。分からないうちに投げていただきたいな。全然もうどこに自分が向いてるかも分からなくなる。うわ、怖っ。いや怖い。あ、なんと、かっこ悪い風になっちゃいましたね。情けない旦那でごめんな。相手が背負い投げで行こうって思ってるとか、大外刈りで行こうって思ってるとか。吉野遥さんでいます。吉野遥さんとはまあ、こう組んでるんで、組んで大体視覚障害者柔道になると力をこう入れ合ってるので、はい、まあ、この手の動かされ方とか、はい、あとこの力の抜け方とか、はい、こういう手で感じる動きで技を察知して、技を抑えたけれない、怖い。でも今だけでももうね、そう、わかんない。え、何がなんだかわかんないでしょ。これで、なんで、はい。何じゃん。はい、はい、掴んだ。失礼します。はい、うっ、うわはい、ちょ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 、やめてください、やめてください、やめてください。今何周した。何周もう一周、一周一周もしやがって一周で。えで、自分がいる場所とかっていうのはどうする。こう、この試合とかだとこう赤いところが場外なんですけど、はい、動いて外に出たら場外場外って声が聞こえるんですよ、はい、なのでその声がする方に戻る。あ、なるほど。組んだ状態からいよいよ試合ね。うわ、じゃあお願いします。お願いします。組み方って言ったら、はい、自由にこう。ここは自由なんですか。そうです、右でも左でも。初めって言ったら、あ、初めまでは力入れちゃいけないんですね。そうです、ここまではフリーで、はい、フリーで初めて。うわ、もうこの圧がすごい。初めて言った。うわ、ちょっと。まずこのね、自分のポジションを探すのも大変なのに。これで、はい、今組み方終わったので、はい、始め。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。めちゃめちゃ力強い。あ、まったく。あ、今どこ。あ、全然そんな動いてないんですね。そんな動いてないです。俺すっごい動いてると思って。はい、始め。うわー。リアクションが、リアクションが、なんかさ、
っごいかっこ悪いです。すごい、これはドドンパ並みの、ドン勢い。いや、ほんとドンってね、すごいこの力が。ありがとうございました。絶対応援してるんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。応援します。応援に行きます、絶対に。まあ、純子さんがリオの時に、まあ、銅メダル取ったので、はい、で、あの東京では僕が金を取って、はい、で奥さんが銀を取って、はい、金銀銅を揃えるっていうのが僕の中の目標で、はい、純子さんは東京パラリンピック、ね、まあ、今のはるかさんの話だと銀メダルですけど、そうですね、もう私の中でははるかさんも41歳でおじさんなのでもうできるだけ頑張っていただいて、はい、で私が金メダルを取って、はい、でまた私に来た取材の時に横で面白く喋ってもらう。やっぱり金メダル、うん、じゃあもうお二人とも金金金金銅で、銅で、ね、全然僕らはもうそれでいいので、うん、ぜひ東京パラリンピック頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。